ラファエル・マルセル・ホルツデッペは、ドイツの陸上競技選手、2013年世界選手権、男子防高飛び金メダリスト。カイザースラウテルン生まれ。身長181センチメートル、体重79キログラム。ラス・ツバイブルッケン所属。2012年までツバイブルッケンに居住し、1996年、アトランタオリンピック男子防高飛び銅メダリストである。 アンドレイ・チボンチクの指導を受けていた。現在のコーチは、ショーン・シー・ジョンソン。ホルツデッペは、生後感もなく、ドイツ人夫婦の養子となり、生みの親の顔を知らない。小学校の頃に、地元のクラブであるラススバイブリュッケンに入り、10歳で、棒高跳びを始めた。柔道と体操競技の経験があり、バスケットボールの選手でもあった。2006年8月、 北京で開かれた世界ジュニア選手権で国際大会のデビューを飾り5メートル3 0をマークして5位入賞の成績を残した。2008年6月28日、ビーベラ・ハデアリスで行われた競技会で5メートル8 0を成功し、1989年にソビエト連邦のマクシム・タラソフが記録したジュニア世界記録に並んだ。 その数日後、ビドゴシチで開かれた世界ジュニア選手権で5メートル40を記録し、ポーランドのパベウ・ボイチェホーフスキラを抑えて優勝、世界ジュニアチャンプとなる。ホルツデッペは同年8月の北京オリンピックドイツ代表に選出された。オリンピックでは決勝進出を果たして5メートル62回目の試技で成功し8位入賞の成績を残した。 同年、ヨーロッパ陸上競技連盟のアスリート・オブ・ザ・イヤーで、ヨーロッパ最優秀新人選手賞を受賞した。2009年、7月に、カウナスで開かれた、ヨーロッパユーマイナス23選手権は5メートル65の記録で優勝した。同時期、ホルツデッペは、ツバイブリュッケンのヘルムホルツギムナジウムで、アビトゥーアを終えた。2011年8月、 テグで開かれた世界選手権は5メートル5 0の記録で予選 A 組10位となり決勝進出はならなかった。2012年1月21日、ホルツデッペはジンデルフィンゲンで行われた室内競技会で自己ベストを5メートル7 2に伸ばす。同月27日にケムニッツで行われた室内競技会で マルテ・モアに敗れて2位となったが、再び5メートル72を記録した。2月14日、ディエヴァンで行われた、室内競技会、ミーティング・デュ・パイ・コール・デュ・イコール・カレは、自己ベストタイの5メートル72をマークし、ロマン・メニル、コンスタディノス・フィリピディスを抑えて優勝した。2月26日に、カールスルーエで行われた、室内競技会では、自己ベストを5メートル82に伸ばし、 ビョルン・オットー、モーアに次ぐ3位となった。同年7月1日、ホルツデッペは、ヘルシンキで開かれたヨーロッパ選手権で5メートル50.5メートル72.5メートル77の試ニを1回でクリアし、モーアラとの3位争いを制して、銅メダルを獲得した。8月10日、ロンドンオリンピックは5メートル85を3回目に、クリアしてメダルを確定させると、 自己ベストを1 0トル更新する5メートル9 1を1回でクリアした。5メートル9 7は成功しなかったが3位となり、銅メダルを獲得した。ロンドンオリンピック後、モーアラのコーチである、ショーン・シー・ジョンソンの指導を受けるため、2013年からミュンヘンに住まいを移した。2013年6月6日、ローマで行われたゴールデンガラは5メートル9 1の自己ベストタで、 優勝した。同年8月12日、モスクワで開かれた世界選手権決勝は5メートル50をパスし5メートル65を1回でクリア。5メートル75もパスした後5メートル82.5メートル89をそれぞれ1回でクリアして、首位で試合を進め、試技数の差でルノー・ラビルニとの争いを制して優勝を飾った。ホルツデッペは、 男子棒高跳び史上初めて世界選手権、世界ジュニア選手権両方を制した選手となった。ありがとうございます。